ファラオ・サンダースは、アメリカ合衆国のジャズサクソフォン奏者。アーカンソー州リトルロック出身。晩年のジョン・コルトレーンと活動を共にしており、彼の後継者として知られている。クラリネットを始めた後に、テナーサックスへと転校した。当初はブルースを演奏し、ボビー・ブランドがリトルロックを訪れた際、バックを務めた経験もある。1959年。 大学進学のために、カリフォルニア州オークランドへ移り、デュイ・レッドマンや、フィリージ・ジョージョ・オンズラと共演後、1962年、拠点をニューヨークへと移す。サンラとの共演を経て、1964年、自身初のリーダーアルバム、ファラオ ES ・ ESP、ディスクレーベルから発表した。1965年には、ジョン・コルトレーンのグループに加入する。 コルトレーンにとって唯一の日本公演にも帯同し、1967年にコルトレーンが他界してからはバンドリーダーとしての活動が中心となる。インパルス。レコードから発表した著作ではゴスペルやファンク、アフロビートなど幅広い黒人音楽をフリージャズに取り込んだことで知られている。32分に及ぶザクレアトールハズ、A マスタープランを収録した。 カーマは、ブラックユニティと並ぶ彼の代表作の一つである。なお、ラブ・イン・アス・オールでは自らボーカルを披露している。インパルス。時代における彼のサイドマンとして、ロニー・リストン・スミスや、セシル・マクビー、ロン・カーター、スタンリー・クラークなどが挙げられる。1977年にアリスタレコードへ移籍してからは、コンテンポラリー路線にも手を染めるようになる。 1987年には、オランダのジャズレーベル、タイムレスレコードに移籍。バーブレコードから発表した、メッセージフロームホームと、セーブ・アワー・チルドレンには、バーニー・オーレルやジャー・オブルが参加し、ビル・ラズウェルがプロデュースを担当している。日本のジャズレーベル、ビーナスレコードが監修した、ザ・クリエイター・ハズは、マスター・プランには、同名曲のサイエンや、ホイットニー・ヒューストンのカバー。 グレイテストラブオ o v e が収録されている。2004年には日本のバンドスリープウォーカーと共演し、その時の音源は同バンドのザ・ボエッジに収録されている。自身のリーダー作においては、コルトレーンが作曲した楽曲や、コルトレーンがレパートリーとした楽曲を頻繁に取り上げ、主としての彼に対する敬意を表している。アルバート・アイラーは三位一体になぞらえて、 トレーンが、父、ファラオが子、私が精霊と述べている。さらに、オーネット・コールマンは、おそらく世界で、最高のテナーサックス奏者と彼を表している。近年は、日本のクラブシーンでも人気が高く、沖野修也は、クラブジャズ界における最重要レジェンドと表している。オールミュージック、小川光、フェロ・サンダース、スピリチュアルジャズ小川光、立東ミュージック、 ジャズネクストスタンダード、2006年、16ページ。ISBN 48億4561万3247。CDJOURNAL.com アリバウトジャズハット SFGATE.com、沖野修也、クラブジャズ入門リッドミュージック、グルーブ、2007年、210ページ。 ISBN 978から4から845614875公式ウェブサイトありがとうございます。